日本一の宝石伝道師えっちゃんです。よく宝石をお持ちになってからのお客様のお話をすると、やはり宝石はお守り的な要素が強いのだと思われる方が多いと思います。パワーストーンという言葉はほとんどの方が聞いたことがあると思いますが、そのパワーストーンを超える力のある宝石との出会いや相性を見るにはどうしたらよいのか、今回は誰もが分かりやすい自分と相性の合う宝石の選び方の秘伝をお伝えします。前回、色で人生は変わるという色の原理や識別の仕方、宝石との関わりというお話をしました。人間の目が捉えた光が視神経を刺激して色が生み出されると。もしまだご覧になられていない方は概要欄に貼っておきますので、ぜひご覧くださいね。よくラッキーカラーとか言われるように、ラッキーストーンというものはあるのでしょうか。私は人と宝石との相性が合えば、その持ち主にとって幸運を導く宝石となると思います。ではこの相性ってどうやって見抜くのと思いますよね。当然だと思います。私がなんとなく感じると言っても訳がわからないですと言われてしまいますよね。では自分にとって大切な宝石かどうか、誰でも簡単に見分けられる方法をお伝えしましょう。まずは3つの見分け方をお話しします。まず1つ目、その石が好きか嫌いか。シンプルですね。ごく稀に嫌いな色の宝石が来たと言われる方がありますが、前回もお話した通り、そういう時はあなたにとって足りないカラーなのです。また身につける面積はお洋服と違って小さい、異様に目立つという大きさではないので、逆に好きな色への差し色となる光の子だと思ってください。ご自分ではあえて嫌いな色は選ばないでしょうから、基本的には自然の原理に任せて好きだなと思える色や宝石を選んでみてください。心のままに自分の好みを信じてみるのも大切です。2つ目、手に取った時に離せないと感じるかどうか。この1番と2番は私がよくお伝えする一目惚れを信じてという言葉通り、自分に合う宝石との出会いは恋人や将来結婚相手と感じる人との出会いと似ています。そんな宝石と恋人とは違うよと思われる方は、まだそのときめきを経験していないからです。恋人と旦那さんとは違うけれど、この子から目が離せなくて、もう嬉しくて嬉しくて可愛い、なくてはならない存在です。どうしても連れて帰りたいと頬を染めてニコニコしてご自分の宝石を見つめながら、そう言われる方かなり多いです。手放したくないと思った宝石は、宝石の方もあなたから離れたくないのです。3つ目、自分が今一体何を求めているかを冷静に見つめてみると、必然的にどの宝石が合うかどうか答えが出る。そうなんです。あなたが今体調を気にしているのか、人間関係に悩んでいるのか、勉強とか仕事を考えているのか、感じやすかったり霊的に受けやすかったりして悩んでいるのか、中には何をやってもうまくいかないからどうしていいのかもわからなくなってしまったという方もあります。ただここはただ単に問題解決を求めると、やはり大まかなパワーストーンみたいになってしまいますね。こういう時にこの石みたいな、人間が持つ様々な感情は喜怒哀楽という4つの感情でできていると言われます。またアメリカ科学アカデミー企業での研究チームの論文によると、人間には喜び、悲しみ、怒り、驚き、恐れ、嫌悪の6種類の基本感情の他に合計で27種類の感情があることを発表されています。その感情と潜在意識に埋もれている感情まで自分自身で見抜いて見分けられたら良いのですが、もし自分で冷静になれる状態でなければ、あなたのそばにいる家族か友達であなたのことをきちんと見ていて、いつもそばで応援してくれていて、ストレートに助言してくれる人に素直にアドバイスをいただいてみてください。本当に今のあなたが、そしてあなたの魂が望んでいることって何か、そういう信頼している人に聞いてみてもいいかもしれません。自分自身より明確に教えてくれるかもしれません。あなた自身の心の中にある望みを叶えたい、一緒に生きてほしいと思う相棒となる宝石を選べばいいのです。そういう相棒はあなたが心に秘めた思いを黙って優しく癒してくれて、乗り越えなくてはならない壁に立ち向かえる力をそっと手を差し伸べるように与えてくれるのです。言葉はなくても心の支えになるような存在となる、あなたの人生にとって必要不可欠の宝石が必ずいます。一般論で言うと仕事運とか結婚運とか簡単に言われていますが、人の感情は複雑です。そしてもしも前世とか来世というものがあなたの魂に存在するとしたら、さらに奥は深いですね。頭で考えず自分自身に聞いてみてください。私はこれから何をしたいの、
どの子を持ったら自分自身の心が喜ぶかしらと、ちょっとだけ難しくなってしまいましたね。目で見る色だけで選ぶのは、宝石が好き、こういう宝石も持ってみたいというところまでで落とし込んでください。私が伝えたいのはそこまでではなく、この宝石が自分の伴侶みたいにずっと一緒にいたいと言っている、私もこの宝石とともにずっとこれからの人生を歩みたいと思えるような子であれば、その時にあなたの体調も感情も元気な時であれば、その思いを貫いてみてください。もし体調が悪いとか、感情的にすっきりしないとか、落ち込んでいる時は自分では宝石を選ばない方がいいです。言い換えれば、そういう時は宝石を選ぶ時ではないと思います。なぜか、自分自身が負のオーラに包まれている時はすがりつきたいオーラが出てしまうので、そういう時は逆に仕入れルートで何かあった宝石とか、いわくありげなマイナス波動の宝石が自分のところに飛び込んできてしまうからです。負のオーラには負のエネルギーを持った宝石がつきやすいとも言えます。相当落ち込んでいる時は自分では宝石を求めないでくださいね。どうしてもそれでも何かが来る予感がしたら、えっちゃんにご相談ください。宝石チューブでコメント欄にご質問をいただくか、概要欄から宝石チューブの公式 LINE にお申し込みいただくと、私が直接お返事します。ここで、宝石選ぶって本当に難しいのと思われたかもしれませんが、ご自分の宝石を見る目がまっすぐであれば、その宝石が自分に対して何を伝えたがっているかが分かってきます。そうなんです、宝石の声が聞こえるようになってくるのです。こうなると上級編ですが、とにかく素直に宝石と向き合ってみてください。宝石と友達になることが何よりの秘訣です。ところで、宝石店に行くとお洋服と同じようにとってもお似合いですよと笑顔で言ってくださる店員さんがいますね。私はあまり似合うという言葉を使いません。合ってますねとは伝えます。その方と宝石との相性が良いと、その宝石を持たれる持ち主のそばに行くと自然と心地よいのです。要するに、宝石とその宝石を持つあなたの波動がよく合っているので、 1+1 の答えが2ではなく3とか4とか、時として10にも感じられる心地よさと勢いがあるのです。似合うと合うの違いはここです。その人に合う宝石は、持ち主となる方の波動と宝石の波動が同じバイブレーションを感じて、それもどんどん上に伸びていくような感覚を感じるので居心地良いのです。感じやすい方は当人でなくても、そのそばにいても感じるものです。スーッと体が上がっていくような感覚を私はいつも思うのです。その方が持っている宝石がその方と同じ波動であれば、その宝石が似合って当然だと、だから違和感がない、ますます伸びていくような気持ちよさを感じる。合うからこそ止めどなく成長するエネルギーの伸びがある。これって人として一生の伴侶に恵まれるか、かけがえのない親友となるであろう人と出会った瞬間、ひらめいてずっと一緒にいたいと思う気持ちと同じです。その出会いは、自分自身を抑えて生きてきた人ほど感情を抑えるのが大変なくらい嬉しい驚きがあり、喜びや楽しさ、頼もしさを感じてしまうため、一瞬で霧が晴れたように心も体も明るく軽くなります。そこまで感じたら、もうこれは運命と思って自分から告白して一緒にいてもらいましょう。その宝石はあなたを生涯守ると誠実に誓ってくれます。ただし、人の力や言葉で酔いしれないようにご注意を。以前、宝石業界の闇のお話もしましたが、中にはまだまだ囲み商売といって、展示会と称して来場されたお客様を数人で囲って褒めたたえるような販売をするお店も残念ながらまだあります。人間って褒められて嫌な感じはしませんよね。そこで気分が良くなってつい買ってしまったんだけど、帰ってきてみたら、そんなにとご相談くださる方もいますが、真剣に真摯に宝石と向き合っていれば、その子が自分の子になるかどうか、出会うべくして出会った運命を感じると思います。実際、宝石ってそんなに安いものではないです。本物の宝石は、また仕入れのエピソードとかも YouTube でお話したいと思いますが、命がけで現地に買い付けに行くバイヤーのお話とか聞いていると、根っからの宝石好きで、ギリギリの危険と紙一重で仕入れて日本に連れてきてくれる方々にいつも頭が下がります。希少な宝石を命をかけて現地から日本へ運ぶ、そこにはいくつものドキュメンタリードラマが出来上がるようなロマンをかけているバイヤーたちの志を感じます。ですので、もしあまりに安かったら、そのお店の並々ならぬ企業努力か中古か、どちらかではないかなと思います。もちろん中古を批判しているわけではありませんが、せめてお店の人からはそのまま買取品だと言ってほしいですよね。お客様の立場としたら。
もちろん中古でも何でも安ければ何でもいいという方もあります。個々の価値観の違いですから。それとよくジュエリーは主役のあなたを輝かせる脇役だと言われる方がありますが、石っ子えっちゃんからしたら主役も脇役もなく、持ち主と宝石は一心同体、相手の呼吸まで分かるような運命共同体のような友だと思っています。人を美しく着飾るものが宝石というのは、まだまだ本物の宝石を知らないからだと感じています。宝石をお持ちになってから、その持ち主がいい方向に向かっていく時に、そこに命がかかっていて奇跡が起こることもあります。これだけ多くの経験を重ねていくと、宝石は単なる飾り物でもなく、原生利益のお守りという軽々しいものでもなく、持ち主と一心同体で共に生きてくれる存在だと思うのです。あなたと相性がぴったりと合う宝石は、あなたの人生を変えると言っても過言ではありません。ただし、その宝石に向けられるあなたの思いや愛情は半端なものではないはずです。そこに期待感で見返りを求めるものではなく、お願いを叶える道具ではないのです。宝石は生きている。あなたの心の中を知っている。だからあなたに寄り添い、あなたと共に生きてくれる宝石は、あなたと同じ思いで前に進み、心の拠り所となり、あなた自身が人生を変えていく姿をずっと見守り続けるのです。そんなかけがえのない相棒となる宝石と出会ったら、あなたの人生は明るく変化していきます。えっちゃんでした。私の初めての著書、宝石の声が聞こえるが発売中です。誰もが心の中に宝石を持っています。人は辛い時、くじけそうになった時、人生のターニングポイントに差し掛かった時、ほんの些細なきっかけや一歩踏み出す勇気でこんなにも劇的に変われるのかという、数々の話は全てこれまで体験してきた実話です。あなたは必ず宝石のように輝くことができます。私の渾身の一冊、宝石の声が聞こえる、ぜひご覧ください。